こんばんは、金美館通りの藤村です。今日は男性が技術的に披露する変わった動きというお話をしたいと思います。これプライベートでもお店でも共通して言えることなんですが、男性が何か女の子を喜ばせるマニュアルのようなものを見るか読むかしたのか、なんかすごいテクニカルなちょっと変わった動きをしてくる方っているんですね。それでこれが女の子同士で話題になった時に、女の子側の感想としては別に良くはないというか、何ともない、むしろちょっと引いちゃうという意見も多かったので、今回良かれと思って男性がやるけどあんまり好評とは言えないあの最中の行動の中でも特に多いものを3つご紹介します。まず最初に1つ目、ダムタッチ。ごめんなさい、これこのやり方を提唱している方自身にやってもらったらもしかしたら気持ちいいのかもしれないし、藤村がただこのやり方を忠実に再現している方からはされたことがないだけなのかもしれませんが、今までこれに近いことをされた経験の中では特に何ともないというのが正直な感想です。これって話題になったのは結構昔の話みたいですが、50代60代くらいの大人の男性では近年でも実践してくる方が一定の割合でいらっしゃいます。これを実践する男性にはまずうつ伏せに寝てみてと言われて、触れるか触れないかの高さでゆっくりと全身に指先を這わせるというようなことをされます。特に何ともないのでちょっとぼーっとしてしまうんですが、期待されている反応をしなきゃと思うので時々ビクビクと体を震わせたり声を出したりする努力をしますが、こちらとしてはただうつ伏せで横になっているだけなのでうっかりすると寝てしまいます。されてる最中ずっと睡魔との戦いです。ただ正直な話、仕事としては楽な時間なので正直に眠いですなんて言わずにすごく良かったですということにはするんですが、実際は藤村以外の女の子からもあれってただ眠くなっちゃうよねという感想を聞くことが多いです。おそらくなんですが、相手との関係性とかその場の雰囲気とかそういったものも全て相手の女の子とうまく合致している時にだけ効果を発揮するものなんじゃないかと思います。次に2つ目、のの字を書く。これも何でしょうか、特になんともというのが正直な感想です。同じようなことにはなりますが、浅い動きを3回、深い動きを1回みたいなのもあんまり特にこれといって何か違いはないです。それよりはそういう腰の動きに関しては女の子それぞれで好みが全然違うので、浅い方が好きとか、ゆっくりな方がいい、それとも激しい方がいいみたいなことを直接相手に聞いた方がいいです。男性も女の子から男ってみんなこうされたら喜ぶんでしょと一方的にされるよりは、まあ性癖的にそういうのが好きな方は別ですけどね。でも普通は何々さんはこういうのが好き、それともこういう強さの方がいいと自分自身と向き合ってくれる女の子との方が楽しい時間が過ごせるんじゃないでしょうか。次に3つ目、これも不思議なんですが、お腹を押さえる。ノーマルなフォーメーションの時にぐっと下腹を押してくる男性っているんですが、あれは膀胱を押されてトイレに行きたくなります。これも女の子によってはいいという人や男性のやり方によってはいいのかもしれないんですが、そうでもないという時はなんかトイレに行きたくなっちゃったから早く終わってくれないかなという流れになってしまったりもします。他にもノーマルなフォーメーションの時にこちらの足を座禅の状態で組ませてくる男性とかもいるんですが、男性から見てそれがビジュアル的にいいからしているだけというならいいんですが、女の子側としては何をしてるんだろうと、なんか不思議なことをする人だなぁと思って見ていたりします。はい、というわけで今回は男性が技術的に披露する変わった動きというお話をしましたが、じゃあどうすればいいんだよという話になると、そんなこれさえすれば女の子みんなが喜ぶようなテクニックなんていうもの自体がないです。
女の子からうまいと思われる男性というのは、舌や腰が高速で動いたりするような男性のことじゃなくて、ちゃんとこちらに気を使ってくれるか、痛くないか寒くないか重くないか、細かいことまで察してくれるかどうか、そして女の子がじゃなくて、何々ちゃんはどうしたら気持ちよくなるかを考えながら、双方向のコミュニケーションをちゃんと取れる人かどうかということです。ですから、もし彼女やパートナーを相手に、こういうのを雑誌で見たけど実践してみたいという場合があれば、いきなり一方的にそれを実践するんじゃなくて、前置きとしてそれを説明してから実践することをお勧めします。いきなり一方的に何かいつもと違うようなことをされると、え、いきなり何それ、もしかして気持ちよくさせるためにやってくれてるのかな、でもなんかいいと思ってやってくれてるんだろうから、こっちもそれなりの反応しとかなきゃみたいな、なんか変な気遣いが生まれてしまいますし、終わった後も素直な感想が話しにくくなってしまいます。それに加えて、相手が恋人関係だった場合、いきなりこんなことどこで覚えてきたんだろうという不信感も生まれてしまい、あらぬ誤解のもとにもなりかねません。それよりもまずは、ネットで見たんだけどこれをこうすると気持ちいいらしいから、ちょっと試してみたいなと素直に言ってくれた方が、まず、あ、自分のためにいろいろと考えてくれてるんだと思えるし、実際に試しながら、それはいまいちだけどここをこうしてくれたらもっといいかもみたいに、女の子側も要望を伝えやすいです。実際モテる男性の中にも、自分の技術に絶対の自信があって、どうだすごいだろとばかりに一方的にいろいろと披露してくる方もいるんですが、そんな風に自信満々で来られると、女の子の方はもっとこうした方がいいとか、それはあんまり良くないというと、相手のプライドを傷つけてしまうと思って言えなくなってしまいます。うまくなりたいではなくて、2人で一緒に気持ちよさを共有したいという考え方の方が、結果的に女の子から喜ばれる近道かと思います。それでは今日はこの辺で、お上がりなさいませ。